ある日の練習、田上さんからこんな提案がありました。今日はですね、何ですか、ちょっと2人に来ていただいて、はい、どうしました。前回、はい、純が、はい、テクニカルピッチで回転差が出て、アンダースローのやつね。そうそうそう、はい、そしたら回転数が600ぐらい上がったって。確かにめっちゃ上がってましたよ。まあ、あれ俺も受けてて、はい、すごいまっすぐのスピード、はい、威力もあったし、はい、これちょっと思ったことが、守備の送球、これもアンダーで投げた方がいいんじゃないかっていう、ファーストまで、うん、確かに。でもなんか可能とかこうやって取って、そうそうそう、メジャーリーガーが多いかも。メジャーリーガーが多いんだよ、下のボルトを取って、そうドーンっていう、こっちに投げれた方が実は神社投げれれば多分そっちの方がいいでしょうねそう。さらに前回兄貴が僕のアンダースローを見て言っていたことも田上さんが今回提案したきっかけの一つだったそうです。ジュンの上投げって最後こう、はい、なんちゃう、あ、ちょっと残って手で大丈夫です、残っちゃうんですよ、はい、アンダーはここから1個乗せてるから、あ、前に腹の使いとしてはやっぱり、ね、はい、すごい良くなってるなっていう感じがしたし、サイドスローにした方がいい人っているんやってはっきり分かったわと言っていたので早速練習やっていきます。お願いします。はい、お願いします。お、いいじゃん。今のでもされてませんね、俺、うん、ちょっとね、シンカーっていうか、シンカーしてますよね、ナチュシンしてる、ちょっと取りづらい、ちょっと落ちてる。これなのはいいの、今は下がってます。まあ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 、最後浮いてるね。確かに、難しい、タイミングがなんかバックスイング取りすぎても遅くなるじゃないですか。こういう感じで多分投げなきゃいけないんですけど、潜りきる前に出ちゃう。はいはいはい、リーガーっぽいっすか。すごい、ラテン系の。どうしました？どうしました？ラテン系めっちゃこけてる。滑った足。はず。ということでここからは実際に打球を受けてアンダースローやっていきます。普通の打球はちょっと難しいと思う。逃げたはやりやすいかも、うん、あと速そう、取ってから速い、もう持ってこないで、はい、ここでこう投げるんです。ただ果たしてアンダースローで投げてるかどうかってやったら分かんない。まあ、アンダーではないかな。内野手が下から投げてるって感じです。ああ、そうっすね。取ったところから、取った位置からそのまま投げてる。正面の普通のゴロを下から投げようとするとなんか変な感じになるな。違
違和感ある、すげえ。一個思ったのが、はい、横の方が取りすぎると思った。正面取ってこうやってると横の動きなんで、ちょっとずれるとめっちゃブレるんですよ、サイドに。で、上からだと縦ブレなんで、上からかもしれない。ただ打球によっては時にはやっぱこう下から打球によって使い分けてみましょう。じゃあ次は OK、うん、そうね、それは上だね。そうそう、これは多分こう、おお、かっこいいね。やった。このアンダーの同列中で腕の抜き方が分かれるんで、前に抜きやすい、あー気がします。ゲッツーだから抜かせるんだよ、うん、こういう。ということで、続いてはゲッツーで検証。使い分けだね、はい、いやここに来たものはやっぱこうやっていった方がいいし、こうやっていった方がやっぱコントロールもいいしなきゃやすい。あえてこっから下に下げる、そうそう、無駄な動きで潜るっていうのは、うん、まあね、ピッチャーは別にあれ自分のタイミングで投げてるけど、最初はランナーがね、うん、前ですね、基本的にベースより前の跳ねた打球とか、うん、弱い打球はやっぱこれで投げやすいし、うん、速い、あとはゲッツー狙いが定まりやすいし、あとはスピード感、やっぱ言ってもやっぱ上げるよりかは、はいはい、であとはまあ足と手が合わなくても投げれるようになっていた。アンダーの練習はアンダースローのピッチャーだけではなくて、はい、内野手のその動きの中でも使っていけるっていう、そうですね、ことだよ、まあ、内野手の方で、まあ、もしそのゲッツーが苦手とかね、特に、うん、あの前のランニングスローがあんまりうまくいかないとかいう人がいたら、ちょっとやってみてほしいかもしれない、うん、ということで、本日は高見さんの持ち込みですね、はい、守備ならアンダースローでファースト投げた方がいいんじゃないか説、はですね、うん、まあ結果、状況によりけり、そうそう、一番便利なんですね、ケースバイケース、はい、ということになりました。というわけで本日の動画は以上になります、チャンネル登録とコメントお願いします、はい、お願いします。